トヨタ車体鍋工場の取り組みについてご説明いたします。私はトヨタ車体株式会社安全健康推進部健康企画推進室の小島と申します。よろしくお願いいたします。まず会社概要を簡単に説明させていただきます。当社は1945年に設立し、ミニバン商用車 SUV をコアとして特装福祉事業を加えました完成車両メーカーを目指し、トヨタ車の企画開発から生産までを行っております。当社の国内拠点は子会社の岐阜車体工業を含め5拠点となっております。いなべ工場は三重県の一番北のいなべ市に構えており、約4300名が働いています。今年フルモデルチェンジしたアルファードベルファイアをはじめ、ハイエース、グランエースといった車種を生産しております。当社ではいなべ工場をいなべ町のイナからイナティという愛称で呼んでおり、そのロゴは鈴鹿山脈の山並みを表しています。それでは当社の健康の取り組みについて、まず前社の取り組みからご説明いたします。当社では2019年にトヨタ車体健康宣言を策定いたしました。その実現を目指し、さまざまな健康施策を企画取り組んでおりますが、本日はその一部をご紹介させていただきます。まず日常の運動習慣改善の取り組みですが、全体教育を通じて健康に関する知識レベルの向上を図り、個別の教育で強い意識づけによる行動変容を促し、隙間時間で楽しみながら運動できる施策により、日常的な運動習慣の定着を目指しています。また当社では禁煙活動にも力を入れて取り組んでおります。禁煙チャレンジによる禁煙者の創出活動や段階的な敷地内禁煙により、年々喫煙者は着実に減少しており、25年4月からの全面敷地内禁煙に向け取り組んでおります。メンタルヘルスの取り組みとしても、生き生き職場を目指し、ストレスチェックの職場結果による現状把握、教育による行動変容の促し、継続的な改善活動のフォローといった、知る、気づく、行動を変える、継続する、このステップを意識した施策を行っております。ここからは、いなべ工場独自の取り組みについて説明いたします。まず、笑顔フォトコンテストについてです。一昨年から計6回、それぞれテーマを決めて開催しており、みんなが通る通路に掲示して写真を見た人たちが休憩時間に職場で語り合うなど、コミュニケーションの活性化に役立てています。また各回従業員による投票でハッピースマイル賞を選出しています。こちらが昨年度のハッピースマイル賞の作品です。どれもいい笑顔となっています。次に、昨年10月に健康と地域貢献をテーマにした生き生きクリーン活動をいなべ市役所や近隣地域の皆様、当社従業員とその家族計150名で開催いたしました。クリーン活動の後、運動トレーナーによる健康体操教室や足つぼ体感会、浮力グランプリなどを行い、参加者相互のコミュニケーション向上を図りました。当社の取り組みについての説明は以上となりますが、この度はこの栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思っております。これに満足することなく、いつまでも生き生きと生活できる人づくり、笑顔あふれる工場の実現に向け取り組みを推進していきます。ご清聴ありがとうございました。